おはよう。なんだ、出かけるのか？うん、参考書買いに行こうと思って。起きたばかりだろ。座りなさい。何か作ってあげるから。そう言って父さんは腕まくりしながら台所へ向かった。父さんには悪いけど、あんまり食欲はない。僕は久しぶりに嫌な夢を見た。2年前に見て以来、久しぶりに見る夢だった。人を殺す夢を見るなんて。そんなことを知らない父さんは嬉しそうに僕の食事を作っている。僕の家は変わっている。父さんは自宅でミニコミ誌の編集をしながら家事を切り盛りしている。母さんは内装関係のデザイナーで建築事務所に勤めている。僕が小さな頃、二人で話し合って決めたらしい。母さんは外へ働きに出る。父さんは残って家を守るって。うちには家庭内暴力もないし、家族の間もうまくいってると思う。問題があるとすれば僕のことくらいだ。あ、子離れしていない父親っていうのはちょっと問題かもしれない。何？参考書どこに買いに行くんだい？教会の坂の下の本屋だけど。そうか、気をつけてな。時々煩わしく感じたりもする。その鈴まだ持ってたのかい？あ、うん、なんとなくね。見たところただの鈴だけど、どういうわけか音が鳴らない。カラカラと壊れた鈴の音しか出ない。お守りみたいなものだしね。そうか、うん、気をつけて行っておいで。うん。近くの高校へ通う学生たちが坂道を登ってくる。半年前までは僕もあの中にいたんだ。でも去年の9月、ちょっとしたことから僕は高校へ通うのをやめた。そして僕は教会の横を通る坂道を下り、駅前の本屋へと向かった。しかし僕の探している参考書は売っていなかった。結局神田へと向かうことになった。僕は地下鉄を乗り継いで神田へとやってきた。大学前の坂道を歩いていると、鈴の音が聞こえた。そして、聞こえるか？私の声が聞こえるか？恐れることはない。震えることはない。私が君を守ってあげよう。またあの声だ。前と同じ。僕にしか聞こえない声。はじめに言葉が生まれた。やっぱりこの声は誰にも聞こえてないんだろうか。肉は言葉と共にあり、命は言葉の中にあった。言葉は力である。あ、嘘だ。君は誰だ？僕はどうして？ダメだ、体の震えが止まらない。目を覚ませ。寒い。
なんだろう、この感覚は。僕はそれ以上に立っていることができず、地面へうずくまった。顔を上げると、もうあの少女の姿は見えない。ねえ、もしかして何か聞こえたの？振り返ると、見たこともない少女が微笑んでいる。でぇ！危ないよ。わけもわからぬまま、僕はその子に手を引かれて歩道へ戻った。よかったね、引かれなくて。ありがとう。どうこっていうの。こんにちは。なんだろう、この子たち。なんだか馴れ馴れしい感じがする。はい、あなたのでしょ。どうもありがとうでしょ。ありがとう。いい音色の鈴ね。君には聞こえるの？この鈴の音、他の人には聞こえないはずなのに。あなた、人を殺した夢見たことある？なんで知ってるの？僕は確かに人を殺す忌まわしい夢を見た。今日も、そしてまだ中学生の頃、もう二度と戻りたくないあの頃に見た夢。でもあなたは私には合わないわ。ルリアに任せるわ。ごめんね、待たせて。私、ルリア、行こうか。ルリアは手際よく買い物を続ける。でも行き先はまだ教えてはくれない。僕は黙ってルリアの後をついていくことしかできなかった。帰りそびれた僕は仕方なく彼女の後を歩いている。帰りたくてもここまでどこをどう連れてこられたのかわからないので、帰ることもできない。参ったな、参考書会に行かなきゃいけないのに。どうしたんだろう。いきなり立ち止まって彼女は僕の顔を見つめる。そして聞こえるんだあんたにも、と小さな声でつぶやく。ルリアに連れて行かれた先には、無人のビルに挟まれた木造アパートがあった。ここは私だけのお城。なんだか閉鎖されてるみたいだけど。だからいいんじゃない。帰ってもいいかな。帰っちゃうんだ。まあ、いや、それなら遠慮なんかしないでさ。ほら、こっちだよ。僕はルリアに手を引かれて隣のビルの裏手から中へ入る。この辺はね、バブルの時に地上げにあって、それっきり誰も住んでいないんだ。気をつけて。僕らは空きビルの窓から隣のアパートへと忍び込んだ。ここからは靴を脱いでね。うん。ここで暮らしてるの？ここだけじゃないよ。似たようなところは他にもあるんだ。
ペンライトの頼りない明かりの下で僕のスナックを食べる音だけが響く。ねえ、ルリアはさ、どうして僕に声をかけたの？わかんないかな。あの時